えー、管理釣り場の禁止ルアフェザーとかについて同行した、えー、釣り素人の知り合いに魚のためにバーブレスとか線フェえないラバーネットとかって理解できるけど釣るるは禁止って納得ができない、えー、使うわけじゃないし、えー、そもそもお客に連れて楽しんで商売したと言われうまく答えられませんでした、えー、ルアーフィッシングという一つのルールの中でやっているっていうのはその管理釣り場には必ずルールがあるという。 ねえー、自然のところで何やってもいいっていうやつではないということですね、えー、ちなみにですね、えー、管理すり屋側としても、えー、お魚をですね、えー、何十万円も払って買ってきてるわけですねそこにプラスアルファができない限りはそこで経営が成り立たないところがですね、えー、確かに簡単に100でも200でも釣れるルアーっていうのがあります、えー、例えばワーム、えー いくらのような、えー、赤いものを使ってピッてやればそんなものも、えー、いくらでも釣れます、えー。それを全員でやられますとどうなりますか その釣り場がですからこれにある程度の規制がかかるということなんですね。えーまあなたたのおかげで潰れましたよと、えー、いうようなことがあってはならないということですね。えー、それこそ、えー、と何使ってもいいとなると何やってもいい、えー、つまり立ち入り禁止の場所に入ってしまうやがると同じことになってしまうということですね、えー。フライフィッシングとルアーフィッシングという一つのゲームをやっています。 ねえー、ただ釣りたいっていうだけであれば餌のコーナーがいますから、えー、ただ魚が食べたいっていうだけであればそちらの方にということになりますね。さあ切り抜き動画見た皆さんこちらの方はですね村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方で,です、ね、そこからこう切り抜かれたやつでございますオンラインサロンの方ではですね本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね次回にお答えして村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですねぜひご入会をよろしく。